ほとんどがおばあちゃんでしたので、だから高知のおばあちゃんという意味で、おばあちゃんの味を皆様に届けたいという意味も込めて。私たちが何かこうものを作っているということで、やっぱり地域に少しでもこう元気を与えられるんじゃないかなって思って頑張ってます。